What's up everybody? Welcome back to my channel. This is Aki. 皆さんこんにちは、Aki です。今回はですね、マレーシアのジョホールバルっていう州に来てます。でジョホールバルっていうのはシンガポールとの国境にある州で、マレーシアではクアラルンプールに次いで2番目に大きな都市というふうに言われてます。で今ここ泊まっているのがイコネストっていうコンドミニアムなんですけど、ここがめちゃくちゃ綺麗なんで、今日はこのコンドミニアムを紹介したいと思います。見て、ホテルみたいでしょ。よし、行きましょう。今回泊まってるのは32階ですね。はい、それでは部屋の中から紹介していきたいと思います。これが今僕がジョホールバルで2泊3日で泊まっているコンドミニアムになります。でここがリビングルームで、他にベッドルームが4つ、でバスルームが3つ、で今見てもらえば分かる通りバルコニーがついていて、広さはだいたい1300フィートスクエアなので、乗数にするとだいたい80畳ぐらいになります。僕が今クアラルンプールで住んでいるところがだいたい46畳なので、その倍ぐらいの広さになりますね。で横にも広いんですけど、上にもめちゃくちゃ高さがあって、多分3メートル以上あると思います。なのですごい開放感がありますね。キッチンはオープンタイプになっていて、 IH も完備されていて、めちゃくちゃおしゃれな作りになってますね。これがおそらくマスタールームですね。窓がねガラス張りになっていて、めちゃくちゃ、景色がいいです。ですぐ隣には備え付けのバスルーム。ここがキッズ用のベッドルームになりますね。ここがバスルーム2個目。で、これが3つ目のベッドルームで、ここが僕の一番お気に入りの部屋です。で全体的にコンクリートっぽいデザインになってるんですけど、ところどころ木目みたいなデザインが使われていて、すごい落ち着く雰囲気がありますね。でこっち見てもらうと分かると思うんですけど、収納スペースが山のようにあります。バイバイアキ、じゃねー。あ、じゃねー。待て待て。で最後に紹介するのが3つ目のバスルームですね。こんな感じになってます。バスルームが多いですね。バスルームが多いね。周りに何も建物がないので、すごい景色がいいし、空気がすごい透き通ってて気持ちいいですね。下見てもらえば分かると思うんですけど、一戸建てがずらーっとねミニチュアのように並んでいて、人工物なんだけども周りに自然がいっぱいあるので、自然と人工物が調和したなんか近未来的なね雰囲気がすごい新しいですね。日本にはこういった住居が全くないので感動しましたね。でこのエリアっていうのは実は海外の有名大学が密集しているエリアでもあって、例えばイギリスのマルボロ大学っていうね有名な大学があるんですけど、そこでは日本人の留学生をはじめとしていろんな国のね留学生が滞在しているようです。なのでこのエリア大学生がとても多いのと、あとそれに合わせてねいろんなカフェとかレストランが作られていて、とても住みやすいエリアになりますね。近くにはレゴランドとかねもありますし、高速道路も近いのでシンガポールへのアクセスもすごいいいし、2021年には大きなショッピングモールが隣にできるようです。でここがプールですね。プールがめちゃくちゃ広いね。何メートルぐらいあるのかな。でこっちがプレイグラウンド。いいね。今からジムに行ってみたいと思います。
あ、すげえ。180度パノラマ見て、めっちゃ広くない？すごいよ、俺毎日鍛えてるからね。アキ、どうしたんですか？ああ、いいね。パノラマだからすごい眺めがいいし、で、ジム終わった後にね、すぐにプールで汗流せるから、で、緑もあってすごい綺麗だね。で、クアラルンプールよりも風があるし、温度はあんまり変わらないんだけど、すごい涼しく感じる。あ、めちゃくちゃ気持ちいい。いいな、ここ住みてえな。ここがマネジメントオフィスですね。で、マネジメントオフィスっていうのは日本のマンションだと管理会社みたいな感じですね。管理会社がその建物の中に入ってるみたいな。ここが、まあ、簡単なラウンジだね。アキさん、アキさん、あ、もしもし。ごめん、撮影中だった。じゃあね。寝てた。ちょ、待って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 。おお、あ、すごい、めちゃくちゃ新品。マレーシアのコンドミニアムって大体こういうパーティールームがついてて、で、友達とか呼んでね、まあ、夕食だったりパーティーなどができるっていうのがこういう空間ですね。で、34階がスカイガーデンって言って、バーベキューができるスペースだったり、あとね、またくつろげるようなスペースがあります。おお、いいけど、すごい。水道もちゃんとついてて、あ、ここでバーベキューしたら楽しいだろうね。楽しい。わあ、すげえ。なんかね、ドホールバルって俺の故郷とちょっと似てて、俺長野出身なんだけど、長野に軽井沢っていう避暑地があって、そこがすごいね、ジョホールバルの雰囲気に似てるんだよね。都会都会してなくて、緑がね、たくさんあってすごいリラックスできるね。じゃあ今ね、エコネストの外に出てきました。これが今エコネストが管理している店舗の一覧で、で、結構広いんだよね、このエリアが。で、広いのでみんな、まあ、歩いて移動してもいいんだけど、あれ見て、あれ、あの黄色いやつ、スクーターが置いてあって、で、トライクっていうアプリダウンロードしました。で、これで QR コードスキャナーが出てきて、これをスクーターにある QR コードにかざすことでマッチングすると。お、できました。あ、これや。はい、おー、来た。はい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 。え、おおおおおお、ちょっと待って。はい、急いで急いで。ええ、あ、めっちゃ便利、すごい。まあ、こんな感じでこの一帯、これどこまで使っていいんだろうね、わかんないけど、でもこのスクーター使って、まあ、レストラン行ったりカフェ行ったりできるので、すごい便利ですねこれ。電動スクーター乗ったのは人生初めてですね。わ、すごい、めちゃくちゃ気持ちいいんだけど。で、こんな感じでね、建設中の建物もいっぱいあって、まだまだね、発展していくだろうなっていう感じですね。ジョホールバルはね、やっぱり中華系の人が多いので、中華料理店が結構多いですね。で、クオリティも結構高いんですよ。さっきあのランチで行った中華の料理がすごい美味しくてびっくりしました。イボーン、めっちゃ楽しいめっちゃ楽しかった。止まれない止まれない。中華系のお店が多いし、あとは韓国の、料理店とか日本の居酒屋ある。今回はジョホールバルのコンドミニアムに泊まってみました。で、これからもコンドミニアムツアーの動画などをチャンネルの方で上げていきますので、よければチャンネル登録してください。 Alright, so thank you so much for watching this video. If you like this video, be sure to hit the like button and share it with your friends. And I'll see you guys very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye. Bye bye.